初代、カツ文字文化12年11月29日は、落語家。本名、伊丹谷聡兵衛。息子は同じく落語家二代目、カツ文字。情報落語寄せ発祥の地の石碑京都の人とも、国島の人とも、山和カツラギの人とも諸説伝わる。おさむよう期間によれば、京都出身話家初代、松田康介の弟子であったという。活動開始期間は、 完成6年頃からとされ、当時盛んであった素人による座敷での素話に対抗して、なり物入り、道具入りの芝居話を創作し、得意としていた。一方、素話の方も、情け深くして、字ありと評され、名人であったことが伺える。もともと苦労とが演じる情報落語は、大道や、社寺の境内において、簡素な小屋をかけて演じていたが、文治は、 ザマ神社境内に初めて上内寄せを開いて興行したとされる。情報落語中高の祖であるとともに寄席の回祖でもある。現在でも演じられる、タコ芝居、昆布巻芝居、ストクイン、タツタ川、口合い小町、保護染め、国慶清水は文字の作とも言われる。他にも、つくし物、目音原嘩と関する一連の話が得意演目であったという。 多数の文人を用していたが、特に、桂文ラフミキ文東、桂ツラ勢ソゼー、カ初代、桂文語の5人が皇帝であったという。他にも、桂北桂社、桂里ラとトきト2代目文字を継いだ実施の文吉らが、いる。1815年巡業先の三重県四日市で死去。去年43、法名釈空海。墓地は、 同地武商院にある。著書には、おかしい話、桂の花、へその宿会え、などがある。なお、朝山足国の描いた肖像が、著書、へその宿会えに載せられている。息子が二代目文治で、長女、甲はこと琴き雄亭先末の妻で、大木松没後は、弟子の江戸芝金杉出身、大木伊の五歳となり、江戸で、大木伊が三代目文治を襲名した。 以降東西で文字の名は分かれた。ありがとうございます。